今日何作ってくれるんですか。あ、もう始まりました。なおききチャンネル、今回の動画はクッキングです。これ久しぶりですよね、これ。ちょっとしばらく忘れててすいません、忘れちゃってて。ということで、クッキングしていきたいと思います。まあ、ちょっと今減量中なんで、はいはいはい、なんか脂っこいものとか作れないですけど、なんかちょっといつも食べてるものを紹介できたらと思います。ほうれん草のおひたしとか人参のきんぴらみたいな、その辺をちょっと、まあ、紹介できたらと思います。普通にほうれん草が売ってなくて冷凍になっちゃうんですけど。あ、まあ、冷凍のほうれん草とか、まあ、茹でるものだったらブロッコリーとか、はい、全部冷凍になっちゃいますけどね。オクラと人参をちょっと使っていきたいと思います。あれ、これってもしかして、どう使うんですかこれ。え、冷凍のやつ使ったことないの。そこまず一回なんかあれですかね、洗わないとですかね。いや、冷凍ほうれん草そのままでいけるって書いてあると思う。本当ですか。うん、あ、書いてありました。凍ったまま熱湯で30秒から1分茹でて。で、茹でます。これも凍ったまま茹でて。そうなんですよ、ブロッコリーでしょ。クイズ。そうでした。そうです、ほうれん草とブロッコリー茹でる感じで。ほうれん草からいっちゃいます。いきます。はい、全部いっちゃいます。全部おひたしにするんで。スタート。下下下、危ない。ちょっと、袋の切れ端が火かかって。どれぐらいですか。4つぐらい。はい。はい。スタート。気づいたのが、キッチンタイマーボードじゃなくってストップウォッチボード。いや、すげえあれと思ったんだ。あれってあれなんでカウントアップしてんだろうって、カウントダウンするよねと思ったらストップウォッチだった。何でも携帯でできますから。え、そうだけど。茹で上がったほうれん草に今度何するんですか。茹で上がったほうれん草にめんつゆじゃなくて、オーガニックめんつゆ。オーガニックめんつゆ、これを入れちゃいます。うん、はい、適当に入れます。さっと混ぜて、さっと混ぜて完成って感じですかね。めんつゆで、すりごまをかけると。おお、ごま好きなんで。はい、ごまをかけて、とりあえず完成です。ほうれん草のおひたし。オクラも茹でちゃいます。あれ、オクラってどうやって切ります？え、マジ？ここで、あ、次だ。あ、その、ここで、次だ。あ、ここで、その、ここで、次だ。あ、ここで、その、ここで、次だ。あ、ここで、その、ここで、次だ。料理教室のコラボをお待ちしております。オクラ、豆乳、それだけ人参も切っちゃうから。減量中ってやっぱり調味料も気にする感じですか？調味料、まあでも普段からそういう砂糖とか使わないですよね。でも普通に醤油、みりん、酒とかは使ってるんですけど、はい、みんなどうしてるんですかね、逆に。料理始めたのってやっぱり一人暮らしを始めてからってことですか。そうですね、一人暮らしっていうか、アメリカ行く前まではずっと実家暮らしだったんですよ。だからずっと母親にご飯作ってもらってて、それ食べてたんですけど、うん、まあ、
母親の元を離れてから、そのアメリカで暮らすようになって、最初の頃はそのウルカさんと住んでて、ウルカさんの奥さんの人がの方が作ってくれてたんですけど、やっぱ原料もあるし、自分たちで作ってた方がいいよねっていうことになって、自分たちで作るようになりましたね。なるほど。だからもう本当に自分で作るのが普通になってきたというか、まあ、そうでなきゃいけないなっていうふうには思いましたね。確かに。ごま油を入れていきます。人参入れてきます。それ全部いく？全部いっちゃいます。入るの？その鍋に。入ります、入ります。マジ？2本でも入りますから。ああ、ほんとだ。全然入ります。この間にじゃあ片付けちゃうというか。そうですね、片付けるものは片付けちゃいます。減量前はもう大体こういう食事を試合から逆算してどれくらい前からやってるんですか？3週ぐらいですか。あ、でもたまになんか野菜多めに鍋を食べようかなみたいな。あ、なるほど。減量終わったら、はい、一番最初に何か。あ、すごい、いつもこんな風にならないのに。すごいことになって。いつも、はい。減量終わったら。減量終わったら。何食べたいですか。試合後とかですかね。マジの試合後とかだよ。でも終わったらハンバーガーすごい食べたくなるんですよね。はい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 。いつもモスバーガーのとびきりチーズ美味しいっすよね。美味しいっすね。あれがすごい食べたくなるんですよ。ああ、はい。別にいつも食べたいわけではない。いつも食べたいわけじゃない。まあ行ったら食べますけど。試合後めっちゃ食べたくなると。試合後は食べたくなります。あ、だから家から出たくないからウーバーイーツで頼むみたいな。ちょっとゆっくりしたいじゃないですか、やっぱ試合後なんで。まあ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 、確かに。もう普段の生活でこれだけは絶対避けようみたいな、減量とか関係なしだったりします？避けてるもの、あ、でもジュースとかはやっぱ飲まないですね。コーラとか、はいはいはい、甘いやつとか、はい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 、砂糖が入ったやつとかですか？はいはい、まあ、全然飲まないですね。あ、それちょっと気になり始めて、やっぱ。ああ、いつぐらいから？いつぐらいから？去年か一昨年ぐらいですかね。ああ、じゃあ出てきます。結構出ますね。日本分かもしれない。ああ、今1本しか入ってないよ。待った。ちょっと濃かったかもしれない。絶対濃いね。いや、いつも2本分感覚がちょっと。そうだね。狂っちゃいました。あとは粗熱取って容器にぶち込むだけです。ブロッコリーにプロテインがあるのはなんとなく俺は知ってるんですよ、はい、ただ今朝昼晩大体今これを食べてるって話だったじゃないですか。はい、まあ、タンパク質はどうしてるんですか？何で補ってる感じ？タンパク質は鶏胸です。ああ、なるほどなるほどなるほど。鶏胸今あるんですけど、はいはいはい、ちょっと時間かかるんです。今日はちょっと、まあ、また次回。これすごくないですか？それ1kg 1キロ入ってるってやつです。その鶏胸肉、俺上京した時によく買ってました。皆さんのおなじみかもしれないです。そう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 。鶏胸は
低温調理器で美味しく作りたいんで、はいはいはい、なるほどなるほど、まあ、今日は時間がないから無理なんで、あと次回、まあ、もし見たかったらですかね、皆さんが見たいってコメントがもしあれば鶏むね低温調理器使ってちょっと紹介できたらと思いますので、今日は冷蔵庫行きで、はい、うわあマジか嘘あ、でも、まあ、中身そんな出てないんで動画もうここで終わってもいいかな。これで終わりでいいじゃないですか。